暑いですね。皆さん熱中症には気をつけましょう。こんにちは。今日あの遊びに来たらあの T 社長の車バラバラになってたんですよ。なんかちょっといろいろ調子悪いみたいで、部品を交換したりだとかってちょっと調整をねしてたんですけど、ダメですよ。もう暑くて限界らしいです。あの作業の様子別で撮ってますんでご覧ください。どうぞ。締めたべかこれ。記憶がない。記憶、うん、年取るとダメだね。記憶が全くごじゃありません。めんどくせえんだよなこれ。本当に腹立つぐらいに。今年何回やってんのよ今年。なるからちゃんと直せっていうことなんだけど、最初にな、見るときにな。でもこれ当たってんだよ。なんか筋入ってますね、うん、なんか当たってるような感じがするんだけど、うん、極端に当たってるのはここだ、ね、無理ってなってますね、うん、これ多分あれだろうね。 前にあのリフター陥没の時のやつだろうね。いないっすよ。あの眩い目、あの部品交換しないとダメですね。中古屋行って、中古屋行って面玉交換してください。まぶいやつに行って1.5 でぐらいでいいんですけどって、うん、1.5 あったら最高だね。いいね。そのぐらいの面玉に取っかえてもらわないとダメだ、見えなくて。いいか、ご近って言ったらそれまでか。それまでよってみたいな感じで、仮想工の車はね、整備が大変ということで、素人の人は真似しないようにしてください。もうプロと訓練を受けた人だけが乗れるというね。安いからってさっと買ってきちゃって、後からひどい目にあったりするので、ね、そういうの直せるところを確保してから買いましょうね。そういう車はね、危ないんで。あと裏チャンネルの方でもいろいろ T 社長の貿易とかも入れてますんで、気になる方はチェックしてチャンネル登録していただければと思いますよ。ね、本当にも暑い。海行った方がいいっすみたいな。海行ってね、踊ってきた方がいいっすみたいな、ね。じゃあまたお会いしましょう。さよなら。